ね、乗るところから、ね、しっかりと。いいですよ。乗るところはいらないですよ。いい男はね、乗るとことか寝顔とか撮っとかねえとさ。今何キロになったの？今は5431キロ。ああ、バリバリ乗ってますよ。バリバリ。どうですか？2ヶ月経って。2ヶ月経って。ちょっとファッションがあれじゃない？おしゃれになってるとかですね。ちょっとおしゃれになったぐらいですね。ね、納車の時よりは。ね。ちょっと納車の時は適当だったんで。うん、ね。でもなんかエスティムに比べると。うん、加速が速いですね。 100cc 違うんで。明らかに違うってこと？明らかに違うですね。どうですか、家族の評判は？いや、家族も1回しか乗ってないです。え、一人で乗ってるの？今度一人と彼女ですね。あ、奥様？奥さん、彼女、彼女です、ね、彼女ね。彼女ができたの？彼女ができたっす。おめでとうございます。ありがとうございます。彼女ができたんだ、いいな、羨ましいな。いや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 、さすがっすね、やっぱね。よく言いますよね。でも雨の日が、うん、デジタルミラーがすごい見づらいんですよ。要はカメラに水滴がついちゃったことでしょ？そうっす。水滴ついて。そこがやっぱり気になる？めっちゃ気になるっす。水滴がでかいんですよ。じゃあ外しちゃう？いや、ちょっと外せないかな。高いっすもんね。高いっす。10万コース？10万コースするんで。これ外せないよね。なんか対策はディーラーで出てないんですかね？ディーラーではなんか出てなくて、なんかダイソーとかで。え、ダイソーなんちゃうんですか？ダイソーとかでなんかフィルムがあってて、はい、それを貼ればちゃんと見えるらしいんですよ。じゃあ明日ダイソー行くしかないじゃない？デートカテラ。本当かどうかわかんないですよ。偽かもしんない。偽かもしんない。でも100円とかだったら多分700万の車買ってんだからさ。100円ぐらいちょっと試してみてもいいんじゃない？雨降って次に晴れだとしますじゃん、はい、そしたらもう汚れがすごいんですよ。ああ。じゃあカメラ吹き吹きしないといつも。あ、そうですよ、ね、雨降った後必ず吹き吹きします。燃費は悪いですけど。燃費もちょっと不満つってましたもんね。そうですね。まあでも燃費気にする車じゃないんで、はい、あの燃費はどうでもいいと思ってます。あ、さすがっすね。気にしてたらもうダメっすね。ダメっすか。どうですか、彼女さんの評判は？いや、まだそんな乗ってないっす。あ、本当ですか。快適ですか？あ、いいじゃん。そう、運なんてもう最高のお返事じゃない？だよって言われたらね。そうですね、ちょっと乗り換えなくちゃいけない。乗り換えなきゃ、また700万かけて、ね、また買わなきゃなんないけどね。後ろどうですか、秀夫さん、乗り心地は。後ろは合格です。合格？合格じゃ分かんないですよ。ダメですよ、合格じゃ。いいですよ、俺映さなくて。いや、一番映ってますよね、それはね。なかなか、コウさんのキャラクターがいいからさ、やっぱり、日本全国の。ファンが、ね、結構でも知られますね。知られますよ。知られてます。全然違うよ、うん、やっぱり今ってほら SNS の時代だからね。そうなんですよ、うん、あのファッションも知られてるし、あれを超えるファッションで来てほしいですね、今度は。ああ、うん、ちょっとスーツで。上はほら、あのワイシャツのネクタイで、下半ズボンとか、ね。裏側、でも今日のいいんじゃない、こんな感じでファッションは。そうですね。ちょっと大人っぽくなってね、うん、まあね、今月、来月ぐらいで目指せ1万キロってことで。いや、ちょっとそれは勘弁ですよ。早すぎるな、ペースがね。そうなんですよ。ディーラーにも言われましたもん。早い。一番早いんじゃない、もしかして。いや、早いです、本当に早いです。いやー、コウさんよかったね。あれね、よかったっすね。最高っすね。じゃあ3ヶ月レビューも今度は。今度そうですね。ね、
嬉しそう。彼女できたからですね。やっぱりそうだ、ドヤ顔だよ、ドヤ顔。すごいね。